はい、皆さんこんこにちはですえっ、ー、とまあ日本の政治家なんですけど日本の政治家は日本人のため日本国のために仕事をしていない人がほとんどででまあ日本を良くするために行うのが政治なわけなんですけどまあ管理運営もそうなんですけど、まあ、基本的には日本国と日本人がね 自由で平和でね幸せになるために公益性を上げるために仕事をするんですけどまあ真逆のことをしているように見えますよねでまあ実際そういうことをしているんですけどなんでそういうことをするかっていうと2つあって1つ目がまあ政治家の中に在日とかまあ日本人じゃない人がいるからですよねでこれはまあ代々まあ親とかおじいさんの代で まあ大陸側の方の人たちですねの、まあ、子孫ですからねだから日本人じゃない人が政治をやってるからですよ権力を持っていいいる人人人の中に日本人じゃない人がたくさんいるからですよ、ね、だからまあ日本日本人とか日本をある組織の利権のためにまあ日本を道具にしてお金儲けとか、まあ、利権権力を得るということを のために政治をやってるんですよね。で二つ目が政府を動かす組織がいるってことですよ。まあアメリカとかヨーロッパとかね、まあ欧米の支配するあるいはお金をたくさん持っている金融資本家が政府をコントロールしているからですよ。だから我々日本人から見たらなんで日本のために仕事をしてないのかなって不思議に思うんですけど。 この二つの原因があるから日本という国を滅ぼそうとしてるんですよねあるいは日本を食い物にするお金儲けの道具にして搾取して他の組織が潤うために仕事をしてるわけですよこれが日本の今の現状の政治ですよね日本という国はそういう国なんです他の国もそういった国がいっぱいあるんですけどね 有色人種は白人から見たら下に見られてますんでやっぱり昔から植民地とか奴隷っていうのはありましたよねで今も直接的に奴隷をしていないように見せてますけど実際は金融とか政治でメディアを使って完全にコントロールしているっていうのが現状なんですよね。だからまあ日本のの各省庁の動きを見ても わかるじゃないですかなんでこうやって景気が悪くなるんだろうとかね自分たちで通貨を発行して必要な公共サービスに力を入れてお金を配ればいいじゃないですかっていうことですよね、まあ、教育にしてもそうですよね食にしても医療にしても、まあ、厚労省とかね文科省とかね日本人が不幸になるために仕事をしているんですよ政治家っていうのは。 まあ国会議員とか、ね、2,000万円以上の給料をもらって税金をいかに搾取するか間違ったことを教育して間違った方向に導いているのが今の日本の政治家たちですねだからまあ我々で考えて立ち上がって行動するしかないと思いますよもう終わってますんで日本っていう国は変な国なんですよ だから自分たちでもやっていくしかないと思いますよ。勉強して。ということを言いたかったです。以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。